はい、こんにちは。そしてこんばんは、白坂和也です。4月15日の夜、菅首相はアメリカ訪問に向け日本を出発しました。アメリカのバイデン大統領が就任以来対面で会談する最初の相手として選んだのがまさに菅首相。菅首相にとってこの日米首脳会談が初めての晴れ舞台となるのは間違いないでしょう。しかもこの首脳会談は当初の菅首相の思惑とは裏腹に、意外にも菅首相にとって大きな追い風となるかもしれません。おそらく菅首相はアメリカからの帰国後、2つの重大発表をするのではないでしょうか。そしてこの重大発表はもちろん今後の日本社会や政治に大きな影響を与えます。今日はですね、日米首脳会談後に何が起きるのか、バイデン大統領と菅首相の思惑から考えてみたいと思います。それでは参りましょう。今回の日米首脳会談について新聞やテレビの報道を見ると、バイデン大統領が対面で会談する最初の相手として選んだのが菅首相であるという言い方をしていますが、これは正確ではありません。この首脳会談についてはかねてから菅首相が外務省を通じて何度も頼み込んでおり、ようやくバイデンの OK が出た会談だったと見て間違いないと思います。要するに菅首相は安倍前首相がやったことを自分もやりたかったんです。思い出してほしいんですが、トランプが2016年のアメリカ大統領選を制した時、当初の段階において各国の首脳は冷ややかな視線をトランプに送っていましたよね。しかし能天気にも当時の安倍首相は胃の一番にトランプの元に駆けつけ、以来安倍首相はトランプのお気に入り、言うなればトランプの飼い犬になったわけです。今回菅首相がやりたかったのもこれです。菅首相はバイデンの犬になりたかったんですよ。なぜならアメリカの犬になり下がった日本の首相は少なくとも長期政権は約束されるからです。そんな菅首相に対しバイデン大統領は大きなご褒美を用意するかもしれません。それはどんなご褒美か、もしかしたら大量のワクチンかもしれないんです。これが一つ目の菅首相からの重大発表となります。これまで何度も指摘しているように、日本のワクチン接種は海外と比べてもあまりにお粗末、日本のワクチン敗戦が確定しています。医療関係者に対しても2割程度しか接種できずにいる中で、高齢者のワクチン接種が始まりました。しかしこれとて高齢者の 0.1% も満たしておりません。そんな茶番劇があちらこちらで展開されているのが日本の現状です。これも過去に日本がファイザーとの交渉で失敗しているからです。菅首相との直接交渉を求めてきたファイザーに対し、これに恐れをなした菅首相が直談判することができず、日本へのワクチン提供の優先順位が半年間後ろにずれ込んでしまった経緯があります。そんな現状も踏まえ、菅首相がバイデン大統領に泣きついたというわけです。これについては15日から18日の短い滞在の中で、菅首相そしてファイザーの最高経営責任者との電話会談が予定されていると実際に報道されています。そしてこれはまるでジャイアンの力を借りて威張り散らすスネ夫の姿を彷彿とさせます。さらにこれは重要なポイントですが、もし菅首相がバイデン大統領の力を借りて大量のワクチン確保に成功したなら、菅政権の支持が一
気に高騰するのは間違いないと思います。そうなるとここで浮上してくるのが衆議院の解散となります。これが2つ目の菅首相からの重大発表です。大量のワクチン確保が確約できたとすれば、それらが日本に入ってくるのは5月から6月になると考えられます。また河野ワクチン大臣がある程度まとまった量のワクチンが入ってくるのは5月中旬以降と言っていることからも、6月以降ようやく日本でワクチン接種が活発化する可能性が極めて高いとなれば、菅首相としてもワクチンの接種が盛んになる前に衆議院の解散を狙ってくるのは自然の道理です。なぜなら投票所として使われる体育館などが6月以降はワクチン会場として占有される可能性が高いため、6月以降の選挙は極めて困難になるからです。つまり今回の菅首相の訪米、日米首脳会談はワクチンを確保し衆議院解散につなげるための大きなステップ。菅首相のアメリカ帰国後に衆議院は解散されるでしょう。日本にワクチンを提供することはアメリカ側にもメリットはあります。ちなみに今年の3月11日 IOC のバッハ会長が驚きの発言をしています。それは中国からワクチン提供の申し出があり、希望する選手や大会関係者に中国製ワクチンを提供するといった内容でした。これは日本にとってショッキングな事件だったんですね。下手をすると日本は中国の力を借りないとオリンピックが開催できないほど遅れているといった誤ったメッセージを海外に発信することになるからです。そしてこれはアメリカにとってもショッキングな事件でした。中国はワクチン外交を展開しており、ややもすると東京オリンピックが中国製ワクチンで成功したといったように、やはり誤ったメッセージを海外に発信することになる。このことはアメリカの覇権の後退を意味しています。かくしてワクチンというキーワードでアメリカと日本の利害は完全に一致しており、故にアメリカは間違いなく日本にワクチンの提供を約束すると考えられるんです。さらにアメリカのメリットはこれだけにとどまりません。今回の首脳会談は安全保障や気候変動といった環境問題など幅広い分野で話し合いをするとされてはいますが、どう考えても中国包囲網、そして台湾環境問題がメインとなります。菅首相がバイデンの犬になりたくて日本からやってきた、そしてワクチンをおねだりするので大量のワクチンを譲ってやることにした、その見返りは何か、中国包囲網、台湾環境問題に日本を完全に引き込むことです。当初バイデン政権は首脳会談には乗り気ではなかったといいます。しかし中国や台湾問題で日本を利用できると判断し、前向きな姿勢に転じたようなんですね。そして菅首相がアメリカに首脳会談を打診しているさなか、すでにアメリカの地ならしは始まっていました。3月に東京で開催された日米2プラス2の共同声明では台湾環境の重要性が明記され、その中で中国を名指しで非難したことが国内外で大きな話題ともなりました。もちろん中国はこれに激しく反発しました。当初菅首相は安倍前首相のようにアメリカの大統領の犬となり、そのご褒美としてワクチンをもらえればそれで満足だったわけで、菅首相は衆議院解散を仕掛け、長期政権も夢ではないのですが、
それ以上に気がついたらアメリカの東アジア戦略に完全に組み込まれ、下手をすると米中戦争の先陣を命じられかねない状況に置かれてしまった。そして中国の日本に対するプレッシャーも当然今まで以上に激しくなる。これが今の日本の状況です。自由で開かれたインド太平洋、そして台湾環境の平和と安全の重要性といったスローガンにはそんな意味が込められています。菅首相としては実は内心戸惑っているんじゃないでしょうか。しかし全ては後の祭りなんです。アメリカのバイデン大統領は就任当時、就任後100日の間に1億回のワクチン接種を行うと公約。実は100日を待たずして公約を達成。今は内容をアップデートして100日の間に2億回のワクチン接種を行うと約束しています。そしてこれも達成できるんじゃないかと言われているんです。バイデン大統領は国防生産法を適用し、国家統制の下でワクチンの大増産を行っています。よって今後ワクチンに多くの余剰が出る見込みもあったりで、それが日本に提供される流れとなります。その一方、日本はワクチン確保に失敗し、宗主国のアメリカにすがるほか道がありません。そして東京オリンピックがあるがために、肝心のコロナに対しても機動的な対策を打てないでいます。こうしてみると、今では東京オリンピックが国益を毀損し、日本を没落させるお荷物になっていることに気づかされます。それでも愚かな日本はオリンピックをやめようとはしませんし、同様に愚かな菅首相は米中戦争に巻き込まれようとしている。これがバイデンの飼い犬の実態です。私からは以上となります。今日の動画についていいなと思われたらチャンネル登録、そしていいねボタンをポチッとお願いします。また下のリンク先に関連情報を用意しましたので、合わせてご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。